Welcome to the store, I'm Imogen. Today we're gonna do a Japanese listening with Gotaga-san, Sensei, and Sheru. Let's go! Jinsei desu. Deren! Akka-chan, kaite kudasai. Starto! Hajime!赤ちゃんでございますよ、赤ちゃん。みんな誰しも最初は可愛らしい赤ちゃんなのでございます。シェルやっぱうまいな。完璧なんだよな。ローマ字に何を書いてるのこれ。何書いてるのこれ、レモン。え？いや、シェル完璧。え？金髪のハードロッカー？どういうこと？うん。いやいや。3、2、1、終了。はい、これは何ですか？赤ちゃん。赤ちゃん、素晴らしい。色合いもおしゃれな、そう、小さい子供、色合いもおしゃれな感じで素晴らしいと思います。完璧。グロムジン。はい、これはどういう解釈ですか？彼女は赤ちゃんです。なるほど。はい、まあ、なるほどね。はい、はい、昨今ね、精神年齢が大人になる年齢がだんだん引き上がっていってるという研究結果もあるそうでございますので、見ようによっては赤ちゃんかもしれませんが、この場合論外です。失格。ちなみに赤ちゃんはこんな感じ。It's like Colin Takasan. Oh, really? 完成です。ぶっちゃけシェルの方がうまく描けてると思うんですけども、赤ちゃん、かわいいですね。先に外に出かけてないので、赤ちゃんを見る機会もございませんが、このインターネット全盛の時代、YouTube 等でいつでも赤ちゃんを見ることができるので、皆さんも赤ちゃんを見て癒されていきましょう。人生です。学校を書いてください。はじめ。はい。学校。学校でございますよ。お。わからないな。うん。お。お。ローマ人が普通に書いてる。いや、完璧ですよ、二人ともおそらく。ABC、おぉ。日本でも海外でも、大体イメージ一緒なんだな、これ。そうでもないな。めっちゃいいとこの学校じゃない、ローマ人これ。3、2、1、終了。終了。はい。これは何ですか？日本語の学校。日本のかな？うん。基本的にシェルは絵が上手いですね。そして、あ、そうか。よくアニメとか見てるから、いや、完璧ですよ、時計も。これは学校です。パーフェクト。ロマジン。はい。
これは何ですか？学校、イタリアン学校、うん、みんな素晴らしい。こう日本の学校だと時計があるポジションに金があるのがおしゃれですね。やっぱり国によって、国によって学校のイメージデザインも違うところで、でも一目で学校だと分かります。パーフェクト。ちなみに学校はこんな感じ。完成です。学校を卒業してからもう何年も経っているんですけども、未だに夢に見るということは、なんだれ人生における学校が占める割合というのは大変大きなのではないでしょうか。皆さんはどんな学校に通っていましたか？人生についてです。夫婦書いてください。はじめ。夫婦絶対ローマ人、絶対面白いの書くだろ。ローマ人分かってんだ俺は。夫婦。いや、分かったの。どうして？分からない。おー。夫婦。ねえ。ん？お？ひょっとして、シェル分かってる？これ。知ってる？この日本語。で、ローマ人は、これ、キングギドラ？でも、いや、分かってなかったな。3、2、1、終了。シャル。はい。これは何ですか？いや、偶数でも、分からない。難しいです。ドローイン。確かに。そう、夫婦はね、最初人を描いてるから分かってるのかなと思ったんだけども。あ、なるほどね。あ、惜しい。夫婦の一部ですね。というところで、50点。ルンマチン。はい。はい。これはキングディドラですか？今回はプッフィです。はい。どのあたりが夫婦ですか？あなたの彼の名前はプッフィです。なるほど、了解。そういう怪獣だった。はい。芸術点は高いと思うんですけども、論外。ちなみに夫婦はこんな感じ。なんかね、ロールシャハテスト的な感じで、俺の精神分析そろそろされそうなんだよな、この絵の感じで。完成です。ちなみにゴールデンタカさん、結婚できる予定一切ございません。博先生は本当にすごい、いっぱいの日本語の勉強。I've learned a few things today. I'm happy about it. I didn't know anything about fufu. I thought it was wife, but it's actually meaning a married couple. Okay, I learned. Yay! すごいですねよ。今日は勉強した。まあ、赤ちゃん、学校いい、and fufu です。What I said was, today I've learned. I met for the first time 赤ちゃん、the school, and fufu です。So I learned so much today. Thank you. 犬若丸を書いてください。はじめ。
危ないです。危ないの危ないの今若丸Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.